か手がこう来る。確かにパタ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 する。止めない方がいいったら、止めるとだって全部止まりますよね。止めるとタイミングを失ってしまうから上げる。そう。で多分こう一緒に回ることかアドレスしてからどっかこうなんかワックルでもいいし、なんかこう動いてるかもしれない。グッて決めないで、うん、形をガッて決めて何秒も停止しないでどっかでこう。今私ピョンって悩みをずっとなんかこういうのがなってっていうのを相談して、あ、じゃあもしかしたら足止まってんじゃないっていうか、的確にアドバイスしてもらって一気に変わったんですけど、そのなんでわかるんですか。まず私結構朝からちょっと気にはなっててなぜかというと、心ちゃん多分ミスショットした時にフィニッシュがつま先に来てるんですよ。あ、つま先に来る。そのミスが見てたので、そういう方っていうのは足止まってる人が多いんですよ。やっぱり足踏みして触れる人っていうのはフィニッシュでかかとに来るんですけど、基本的に上半身だけの人っていうのはこういう風にフィニッシュで前に止まれるんで、そのミスが何個かあったからあ、足止まってるなっていうのはちょっと感じてたんですよ。あ、じゃあもう薄々気づいてて、気づいてて、でもまああんまり言うのもラウンド中に、だからなんかこう聞かれたらきっかけとして言えればいいなぐらいのイメージあったんですけど、すごいミスする時に、つま先すごいある。でも今度後ろにしようと思ったらまたそれは違うくなっちゃって、じゃなくて、そう、なんか自分の中でミスした時にパッとこう前に重心崩れてる日は足が止まっちゃってるなって思っている。そういうフィニッシュの方はぜひ足を動かす、はい、動かす練習、かかとと、でもなんですぐそんな的確になんで足って分かったんだろうと思って。来た、はい、ありがとうございます。2個目後半やった。前半なかったの。前半なかったの。ナイスバーディー。はい、じゃあこれ真ん中のバンカー越えでいいのか。真ん中のバンカー越えでいけるかな。もしかしたら奥のバンカー行っちゃう可能性あるの。
たら本当にあのあそこしかないと思います左側のバンカーの最後ちょっと行ってみようかと思ってます。お、最後振ってくれる。はい、ナイスショー、ありがとうございます。で行ったんじゃない、バンカー行っちゃったの。あら、ほら、ほら、おー、あー、怪しい怪しい。まあでも、ナイスショットでした。あれでしょうかな、リンゴル名物、最初ホールマンブリってみんな、最後ね。え、私マンブリやってる、あれ、あのそういう場合じゃないんだ今でもマンブリしても足ちゃんと踏んでれば大丈夫大丈夫ですか1、2、3、よし、オッケー。成長してる。ナイス。いや、この距離とかすごい怖いから、うん、でもやっぱ手から行かない分、うん、急がない、うんうん、スライスか、意外と綺麗さ。難しかった。でもいやー、さすがですわこの強風のパープレーはすごいよ本当に。まあでもココちゃんもすごく後半、はい、スイングの生まれ変わったあのリズムが非常に安定してるかなと思って。いやちょっと練習しますわ、うん、練習課題がまた、うんうん、これね上半身の動きすごい綺麗だから、うん、自分の同じ体なの止まってしまう状況で急だけ作りたくないから、やっぱりスタートも動かしてあげてっていう状態で動けば落ちるんですよ、勝手に。だから足が使えるし、ほんと勝手に上がるっていうのが分かる。そうなんです。ポンって踏んだらポンって下がって下ろすのも、あ、なんか別に自分じゃないみたいな、うんうん、自分指導じゃない感じ。それがいわゆるみんなの言う、あ、勝手に引っ張、なんか勝手に引っ張れちゃってる感じ。みんな足使ってるって教えてよもうお疲れ様でした。はい、ありがとうございました。いや見事、いや本当見事なパーティー。いやで今日多分体感的に風速10メートル以上吹いてた感じなんですけど。ありましたね。だって2番って普通にずっと上げてましたよね、うんうん、変わるとこあった。うん、うまく、さすが。後半3バーディー、後半3バーディー、前半が2オーバー、2オーバー、あ、ノーバーディー、ノーバーディー。いやー、さすが、もうこの肩書きがそのままあの出された本領発揮のラウンドだったんでは。そっとしてます。あのちょっと生徒さんもいるので。そうです、生徒さんも見てるかもしれないので。ラウンドレッスン行ってない生徒さんもいますもんね。いますから、ちょっとドキドキしたんですけど。いやー、もう生徒さんも、いや、もうこの先生で習うの間違いないっていうどうでしたか、18ホールやってみて。まずこの太平洋市原さんのコースが非常にコンディションが良くて、うん、確かに冬とは ね思えない。私も朝から凍ってると思ったんですけど全く凍ってないし、フェアウェイもしっかり、あれ刺すこともなかったですね。なかったですね。
しかもびっくりしたの、洋芝。洋芝。洋芝ちょっとびっくりした。千葉で洋芝。びっくりしました。コンディション難しかったんですけど、うんうん、まあコースももちろん難しくて、だけど、あの本当に綺麗なコースで素晴らしいなと思ったのと、あと念願の私もココちゃんとずっとご一緒できたらいいなとは思ってたので、うん、あのそれが念願かなって今日は本当ありがとう、呼んでいただいて。よかったです。たくさん聞けて楽しかったですし、またぜひ出てください。ぜひぜひ、こちらこそ。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。では皆さん、YouTube のチャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。今回はスイングの悩みですね。私もあの前半めちゃくちゃもう、今日やばいっていう。でもこう、堀さんがいたことでいろいろ聞けて、まあ、悩みをぶつけまくったんですけど、ぶつけたことですごくいいことがいっぱい返ってきて、あ、本当に、ここだっていうのがステッププラス、あの自分の後スイングにこう集中する結果は後からついてくるっていうのがすごくいいアドバイスをもらえたので、皆さんも悩みなどがありましたらぜひぜひコメントに書いてもらえると嬉しいです。はい、次回の動画も楽しみにしててください。バイバーイ。最後までご視聴いただきありがとうございました。他の動画が気になる方は左の動画をタップ、チャンネル登録は右の登録ボタンをタップしてください。コメントと高評価もよろしくお願いします。